新潟県道5号新潟二1線は、新潟県新潟市中央区から同市秋葉区に至る、県道である。亀田本町の古くからの商店街を走る新潟市中央区の沼水から、江南区の亀田地区中心部や横越地区西部を経由して、秋葉区の中心部に至る。亀田地区の元町三佐路までは、かつての国道49号の区間に該当する。沼水。 東二丁目交差点、死雲橋交差点間は、新栗の木川を挟んで、国道7号栗の木バイパスとほぼ並行しており、栗の木橋交差点、馬越交差点、笹子江橋交差点、死雲,雲橋交差点の4カ所で接続している。七畜山からは、栗の木川と、JR 新一本線に沿って、新一を目指す。亀田本町を抜け、元町三佐路で949号。 横越方面と分岐した後、亀田バイパスと上所インターチェンジで接続。山崎製パン、新潟工場がある、横越地区西部の日本立地区を抜け、小峠橋で小上がの川を渡ると新津地区に入る。野代川左岸の堤防沿いに、小木川地区を抜け、川口で万越自動車道を上方に仰ぎ、上越本線のガードをくぐると、 夕張えの古選橋の東側で国道465を新津東バイパスと交差する。この先は新潟市道となり、新津駅、東口側、新津地区の中心街に至る。江南区の亀田地区と横越地区の境界付近に所在し、新津本線をオーバーパスする亀田古選橋は1962年春工で老朽化が著しく近年の検査で、 橋桁の腐食が相次いで発見されたことから、2012年2月8日から大型車の通行規制が実施された。さらに同年夏に、新越本線の軌道上から実施した検査において、橋桁の著しい腐食が発見されたため、同年9月15日から車両、歩行者とも全面通行止めとする措置が取られた。その後、 旧桁の上部に仮設桁を増設する工事が行われ、2013年12月30日に全面供用が再開された。東剣道自体にはバイパス道路はないが、国道49号、国道403号が東剣道西側を経由している。このうちに一ーツバイパスは、当初、国道に指定される以前に東剣道のバイパスとして建設、供用された路線である。 新潟市や北区市も沖の付近、ありがとうございます。